立憲声優会本部放火事件とは、1919年10月7日午前1時ごろ、東京市芝区芝公園五号地に所在した立憲声優会本部が放火され、消失した事件である。1919年10月7日午前2時15分ごろ、立憲声優会本部において、使用人として雇用されていた、串田小野吉の長男である、串田俊次郎と次男である。 串田が三郎の両目が、声遊会本館が炎上しているのを発見した。しかし、出火が確認された頃には、声遊会本館の2階部分まで炎が達しており、声遊会の投資料などの重要書類や2階ご楽室に掲示されていた、伊藤博文、板垣大輔西園寺金持、松田正久、長谷場澄高、植木江森、星徹の肖像画7点が消失した。 なお、この時、櫛田と四次郎、櫛田亀三郎の兄弟は、声優会本館二階大広間に掲示されていた、ご新鋭を退避させるため、炎上している本館に突入し、声優会本部の正面に所在する、芝あたご警察署にご新鋭を移すことに成功した。この行為に対して、当時、貿易会社、松正洋港の代表を務める山本忠三郎から、金100円を、 被災した立憲声優会を通じて、串田兄弟に届け、その行為を表彰したと当時の新聞は報じている。消火活動は、警視庁消防部によって行われ、ポンプ消防車による消火活動の支援によって、同日午前3時15分ごろ、沈下した。立憲声優会本部の消失によって、党運営に関係する書類などの重要資料、肖像画や、 調度品などの重機が消失したほか、声優会本部建物が全焼し、被害額は金10万円相当と言われている。この事件によって消失した声優会本部を構成する建物は、1889年頃、京橋区築寺に移転した水耕社元所有の建物であり、その後、国民協会本部、東京市会議員である、 檜山鉄三郎の個人所有、県政党本部とその所有が移り、最終的に立憲政友会本部の建物となったとされている。7日、早朝、立憲政友会は、その本部を芝公園内に所在する三園邸から借り上げた部屋に移転した。翌8日、政友会総務員を務める元田はじめ、岡崎国介、小川平吉、川原茂助、 および、も月圭介声優会幹事長、島田俊夫前田米蔵の両幹事らは、協議の上、全国の党員有志から寄付金を募り、具体的な寄付金を持って、声優会本部を再建することを決定した。警視庁は、勝力松太郎刑事課長を事件が発生した地域を、管轄する柴田後警察署に出張させ、使用人として働いていた。 串田兄弟を参考人として取り調べにあたり事件及び事故の両方の側面から捜査を開始した。火元は声優会本部玄関左に位置する調査室とみられ事件当日の南西からの風によって本館に延焼したと考えられた。事件前日は声優会の会合が開催されておらず、また事件発生の4、5日前に 電気工事のため強者が出入りしていたという声優会関係者の証言から漏電による事故の可能性が指摘された。しかし、後に警視庁及び他の警察署に対して声優会本部の放火をほのめかす当書が送られたことから事件として捜査を行うことになった。十一月七日、警視庁は国際労働会議代表反対運動の結果、感染の 労働者代表として就任した、増本右トに対する反対活動によって、治安警察法違反により、同庁に拘束後、東京監獄に収監されていた、川本恵美の筆跡が、先の放火を示唆する当初の文体と類似している点に着目した。その後、筆跡鑑定の結果、両者は一致したという報告が上がり、同庁は、川本を放火事件の犯人と推定し、 背後関係を捜査することになった。取り調べの当初、川本は目標を続けていたが、同月8日、犯行の一部について自白し、犯行に関係する人物の名を挙げた。警視庁は、翌9日にかけて、京橋区広市町にある政治結社、国民議会の上南層関係者の背後関係を捜査した。その結果、芝区芝白金山校長に居住する。 桂ツラ・郎、ジロ麻布区が全房に居住する、河野美の市城南総監事、牛込区川田町に居住する、全鳥取県選出台に士、渡辺義蔵の家屋を家く捜査し、3名を警視庁に移送後、道庁において取り調べを行った。取り調べの結果、桂ツラ・郎、ジロ渡辺義蔵の両名が放火事件に関係している、可能性が強まり、両名を逮捕した。 この不死は被告人が刑事裁判を受けるべき理由が示された予診決定書の記述による。被告人である河本刑事は立憲政友会を与党とする県内閣の施政方針に反感を抱き、このまま政権が維持されれば国家の基礎に悪影響を与えかねないと思うようになった。九百十九年八月頃、聖遊会本部を承尊させる決意を固め、 放火の趣旨を記載した劇文を作成し、これを東京市内に散布することで世論を起こそうとしたものの、被告人の現状では劇文作成が困難であることが判明した。同年9月頃、同郷の先輩である被告人、渡辺義蔵を頼ることになり、渡辺の紹介によって、川本は被告人、桂虎次郎に対して劇文の印刷を依頼した。9月27日、 東京市京橋区広市町に所在する城南荘において川本は渡辺及び桂の両被告と会見を行い声優会本部を承損させる計画を発表し以前より現内閣の姿勢に反感を抱く両人の賛同を得た渡辺及び桂両被告は声優会本部を承損させれば内閣は動揺し人心を緊張させることになることを示唆し 川本は大言相互するだけではなく、計画を実行すべきであると、彼を先導した。両被告は、川本の情を知り、彼の犯行の一助とするため、第一の放課は、芝公園の一角に上がらぬなどの文章を考案し、劇文に挿入し、約200枚を印刷した。10月1日、両被告は印刷した、劇文、約200枚を川本に交付し、翌2日、 放火のための材料購入に充てることを予期した上で、川本に対して金20円を与え、これを助成した。同日、川本は東京府千住に向かい、放火の用途とする、チャスターイン石油館一館、麻袋と麻菜は、竹氷を購入し、石油館を竹氷に入れ、同日夕方、自宅に保管場所が存在しないため、渡辺宅にこれを持ち込み、 その保管を依頼した。渡辺は、その目的を知りながら、石油管を保管する場所を提供することに同意し、10月6日まで、これを保管した。10月6日夜、川本は、犯行を決行するため、渡辺宅から、石油管入り竹氷を受け取り、東京市芝区芝公園五号地に所在する、立憲政友会本部の裏手に至った。同本部の東南にある竹屋部に入り、 同所において、石油管の蓋を切り開け、放火が可能な状態に置いた。10月7日午前1時ごろ、同本部に設置された調査室南方のガラス窓を蹴破り、石油管を投げ入れ、石油を散布した。その後、石油を染み込ませた新聞紙にマッチを持って火をつけ、これを麻袋の上に乗せ、調査室に投げ入れ放火した。12月27日、 東京地方裁判所予診判事団野審さんは、被告人らの行為は、被告人、川本恵道に対して、刑法108条が定める厳重建造物放火罪、被告人、桂虎次郎に対して、厳重建造物放火法助並びに、刑法169条が定める、偽証罪、被告人、渡辺義蔵に対して、厳重建造物放火法助、 刑法104条が定める証拠隠滅罪並びに偽証罪が該当するという予診を集結した。その後、1921年1月下旬頃に東京地方裁判所において公判に付すことを決定した。桂ツ次郎渡辺・義三に対する官邸留置処分被告人である桂ツ次郎及び渡辺・義三は高齢であることを理由として、 その体を鑑定するため、刑事訴訟法167条に基づく、病院に留置される鑑定留置処分が下された。詳細は、法律上の身柄拘束処分の一覧を、参照判決1921年2月3日、東京地方裁判所における、審理の終了によって、被告人、川本恵美地に対して、懲役15年、被告人、渡辺義三に対して、 懲役2年執行猶予3年の判決が下された。も月幹事長による証言であり、取材に当たった東京朝日新聞社に対して、前日何の会合も、無活たし無論日元の調査室には、火鉢もないなんても45日前修繕のため、伝統工夫がいった、と証言している。AB 大阪朝日新聞1919 19 19年10月7日付号外 ABCDEFGH 東京朝日新聞1919年10月8月月景賞館5ページ。AB 立憲声優開始編3部。立憲声優開始。第4巻。P574 東京朝日新聞1919 19 19年11月8月景長官5ページ。ABC 東京朝日新聞1919 19 19年11月10月景賞館9ページ。 ABCD 読売新聞1919年12月28日付長官5ページ東京毎日新聞1921年2月4日付長官ありがとうございます